どうもこんばんは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト6予想を得た感想について話したいと思います。ロト6、2口頑張って予想したけど、かなり難しかった。時間は1時間ぐらいのライブ配信やってんけど、でも予想は結構大変だった。20番台から始まってるから、なかなか難しかったかな。また明日、ロト6最終確認するけど、数字決定するから、もう少し時間かけて予想したいと思います。今回も2回続けて20番台から始まってるから、予想はもう少し慎重にいきたいと思います。どういう数字並びが来るのかわからんけど、3回連続20番台が来るっていうのはないと思うけど、統計取り始めてからは1回も3回連続20番台から始まったっていうのはないから、過去の回見ても、今までのロト6見ても20番台が3回続くっていうのはあんまりないんじゃないかな。1回か2回か分からんけど、何回かはあってもそんなに多くないかなと思うけど、だから、そうやな、1桁10番台は月曜日のロト6は出るんじゃないかな。前回は1桁、ボーナスで1桁出てるけど、本数字では1桁と10番台が全く出てないから、多分出るとは思うねんけどな。明日、もう少しじっくりとその数字を見て、決定したいと思います。見ていただけたらありがたいです。今日はちょっと短かったから、もう少し長めにライブ配信します。あと、ロト7も1回目の予想をするので、見ていただけたらありがたいです。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。